こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日は私が愛用している、じゃーん、このね、石鹸を紹介したいと思います。はい、皆さん石鹸派ですか、ボディーソープ派ですか？私はね、断然あの石鹸派なんですよ。ボディーソープはね、ほぼ使ったことがないんですが、もうずっと石鹸一択ですね。はい、まずこれ顔のホワイトですね。もう定番ですよね。これは基本的に体洗う用の石鹸として使ってますね。あの、さっぱりしていいですよね。香りもいいですし、これは体洗う用で、あの、まあ、牛乳石鹸の赤箱は顔を洗う用で使ってます。なんかあの、何年か前にすごい流行りましたよね、この牛乳石鹸の赤箱で洗顔するといいみたいな。なんか私も一時期、あの、某 YouTuber がこのね、牛乳石鹸の赤箱の成分を調べている動画があって、基本的にはなんかね、何ら問題のない成分みたいな感じでね、落ち着いていましたが、もう十分洗えますよね。私洗顔もこれでほとんどしているんですが、本当にしっとりしてますし、あの、なんといっても香りがね、なんか、なんとも言えない落ち着く香り、わかりますかね、がいいですよね。はい、これね、大好きです。これ可愛いですよね。はい、ということで今日はですね、私が愛用している石鹸、私石鹸派なんでね、についてのご紹介でした。ご清聴ありがとうございました。